はい、チカパンです。1万個以上のパンを食べ歩いたパンマニアです。美味しいパンを食べに行きたい。でも頻繁に行けるわけではないから、できたら時間のロスなく一度でたくさんの美味しいパン屋さんを回りたいですよね。この動画を最後まで見ていただくと、何曜日のどのルートで行けば時間のロスなく美味しいパンに出会えるかがわかります。パン旅をテーマに投稿しているので、次の動画を見逃したくないという方、チャンネル登録して一緒に美味しいパンに出会っていきましょう。今回は日暮里パン旅、それでは行ってみましょう。 JR 山手線の日暮里駅からスタート。最初に行くのは日暮らしベーカリー。駅から5分くらい歩いていくと、三角屋根の建物が現れ、ベーカリーカフェと書店が併設した商業施設、日暮らしガーデンに到着。こちらはもともとフェルト生地の製造工場があった場所らしいのだけれど、全くそんなことを感じさせないウッディで気持ちのいい空間。ベーカリーは朝8時からオープン。この日は8時半頃に到着したのだけれど、キャラパンはもちろん、惣菜系のパンなど結構品数多く揃っておりましたよ。こちらで購入したのは人気ナンバー2だというチーズカレーパン。時間が経ってもバリサク食感でクラムに弾力あり。中辛とはいえチェダーチーズが入っているので全体的にまろやか。子供でも美味しくいただけそうです。梅雨限定のカエルパン。風味豊かな抹茶の生地に滑らかな舌触りのコシアン。まるで和菓子のような味わいです。ふっくらまん丸なカエルは表情が微妙に違うものが並んでいます。絵本パン。リッチ食パンの生地にチョコレートクリームが入ったキャラクターパン。これは子供だけじゃなく大人も食べたくなる可愛さでしょう。チーズカレーパンの断面はこんな感じでーす。カエルパンの断面はこんな感じでーす。絵本パンの断面はこんな感じでーす。続いて向かうのはイヤナック。東大への進学率が半端ないことでも有名な開成のすぐ近くにあります。最寄り駅は西日暮里なのですが、日暮らしベーカリーから元保険内ぶらり15分くらい歩いていくと到着です。8時半からオープンしていて、朝から充実な品揃え。こちらで購入したのはお豆とレンコンのカレーパン。これめちゃくちゃ大好き。くるみとターメリックの生地にレンコン、ひよこ豆などが入っていて、スパイスがじわじわ効いてくる辛み。焼きカレーパンなのでヘルシーなんですよ。ピスタチオコッペ。かすかな風味感じるブラックカカオの生地にピスタチオクリーム。さらにカットしたピスタチオが上に乗っているので、より濃厚で香ばしく美味しい。菓子パン人気ナンバーワンのパンドラ。キューブがしっかりしているので硬いパンなのかと思いきや、食べてみるとさっくりほろほろ。中には甘すぎないビターなチョコチップがたっぷり入っていますよ。お豆とレンコンのカレーパンの断面はこんな感じでーす。ピスタチオコッペの断面はこんな感じでーす。パンドラの断面はこんな感じでーす。最後に向かうのはベーカリー三浦。こちらもイヤナクから20分くらいと東圏内ではあるのですが、この日はちょっと暑かったので千駄木まで千代田線に乗り向かいました。実はこちらのお店、以前は逗子にあり、数年前にこちらの場所に移転。もうね、見るからに自分好みな焼き色で、材料へのこだわりなどを聞いていると、どれもこれも食べてみたくてかなり迷っちゃいました。こちらで購入したのはコーンチーズ。甘み感じる北海道産の大粒コーンに、濃厚なマリボチーズにモッツァレラを使用。バゲット生地がゆえに、生地自体はシンプルで、コーンとチーズを最大限に活かしてました。ぶどうとくるみ。有機レーズンカレンズくるみを使用していて、とにもかくにもレーズンが美味しかった。酸味と同時に優しい甘みも感じることができて、全体的にまろやかな味わい。オリーブのパン。こちらもバゲット生地を使用していて、むにゅりとした弾力。香ばしさよりも粉と酵母自体の旨味が最高に美味しくて、オリーブのジューシーさも相まって食べる手が止まらなくなりました。コーンチーズの断面はこんな感じです。ぶどうとくるみの断面はこんな感じです。オリーブのパンの断面はこんな感じです。ここまでの復習、日暮里パン旅一言で言うと、徒歩圏内に絶品パンが多いということ。イヤナックの近くにはサンドイッチが美味しいポポーがあったり、ベーカリー三浦の近くにはコッペパンが美味しい大平製パンなど、このあたりは美味しいパンへの遭遇率かなり高いです。今回のお店、木曜日から日曜日までなら全て回ることができます。日暮里パン旅、参考になりましたでしょうか。パン旅をテーマに投稿しているので、次の動画を見逃したくないという方、チャンネル登録してくださると嬉しいです。次はここに行ってほしいなどありましたら、コメント欄で教えてくださると嬉しいです。それでは次のパン旅でお会いしましょう。